体俺が何したって言うんだ。え、これじゃまるで犯罪者扱いだ。俺は関係ない。船を見つけたんだ。30分前に乗り捨ててあったから借りただけだ。ペラペラ喋る気はないね。船に乗り込んだらそこに死体があったんだ。さあ知らない。ビビったけどもう船に乗っちまってたからそのまま船を走らせたんだ。本当だ、嘘じゃない、信じてくれ。でも死体はきっとまだあるよ。ラムズポイント、マリーナの手前だ。探しに行ったらどうだ。腕立て変わるよ。チームだからな。苦労を分かち合って、そして勝利も分かち合うんだろ。本当だって俺の本心言うけどさ、お前だけだ。試合の時コート上じゃ息もつけない。お前思い出すと落ち着くんだ。今行くとこです。ああ、ベティです。ベラ、ベラ、彼女今刑務所に入ってます。おかげで助かったよ。どうした、うん、おいカメラ坊や、なんとか言ってみろ。ほら腰抜け。トミー、親父は昔このライフルでワニを仕留めたんだ。見てろよ。バッ。お前名前は？デューク欲しいの。アンドリューとトビー、隣の部屋の。12時、やるのか。俺もフォワード、こいつらはミッドフィルダー。楽しみってどうして。前に試合で泣かせた。ああ、まあまあだ相棒。うっせえ、赤くなんかない。俺の話したか。おい、いいか、これはチャンスだ。お前は1日おきに1時間オリビアと過ごす。その間に俺とのデートを取り付けろ。こうしないか。協力するんならサッカー教えてやる。レギュラー狙える力つけてやるから。さすが男だ。化学兵器とか生物兵器とか使われるかもって。中の子はまさか。何言ってんですか。これだけ防具つけてりゃ無敵に決まってるでしょ。ですが法を破るような真似をしてるというのに黙って見てるんですか。破壊行為が行われているのにこうやって撤退するなんて役立たずだと思われます。やるべきことは一つ。あいつらがテロを起こすたびに町を一個5トン爆弾使って焼き尽くすんだ。町の中でドンパチやんのは終わりにする。俺はもうごめんだね。キッチンや寝室で恥を殺すのは。戻らない。俺とブランドンは状態だ。でももう一回戻るとしたら俺は狙撃兵になる。一発で敵を倒す。顔の見えない敵になる。トミーの親友だったやつだ。顔に弾食らってさ、顎がもろ吹っ飛んだ。今何時。ちょっと座ってただけだよ。そしたら変なとこ見られちまったな。ほんのちょっと座ろうと思ったらいつの間にか寝てた。まさかこんなとこで。これから何かプランでもあるのかい。格闘の試合ででかいことするとか。あんたみたいな男がパンケーキ。世の中には負けを知る者が勝つって言葉もある。実際に勝った。だってそうだろ。実際に俺と。俺の本名はチャールズ・フロイドだ。あんたは、あんたが俺を殺したんだ。地獄行きだな。やめとけって言ったろ。空軍はやめろ。この話はもう終わりだって。他の農薬散布の小型機も入れるのか。そんなに飛びたいか。トランポリン買ってやる。本当？何クレヨンでか。俺は戦闘現場にいたいんだ。上を飛び越えるんじゃなく。全員警戒しろ。下ろせ武器。下ろせ。こっちに銃を向けてる奴らが味方か。何者だ。それに奴らの正体も。それが分かるまで銃は下ろさないし、ケースも渡さない。伝えておきたいことがある。敵に撃たれた後、俺が最初に思い浮かべたのは何だったと思う。コインだ。まだ8歳の俺は造幣局の見学ツアーでコインの作り方の説明を聞いている。金属板はコインの形に抜かれ、縁を削られ刻印され洗浄される。そして最後には人の手で1枚ずつチェックされる。万が一にも不良品が出回らないように。来る家を間違えたな。遊びに来たんなら遊んでから帰れ。10分前に薬をやったとこだ。何も感じない。やれよ。そこの魚が。今日の野郎すぐ捕まえてやるからな。どうするって。黒焦げにするか、バーナーで焼くのか。黙ってるのか。本当か。もっと早く言ってくれよ。なあ落ち着け。今決着をつけてる。そうじゃない、誘ったのは俺は。でも悪いのは俺だけじゃない。医者も試行錯誤か。風船は病院で。新宮先生、子供として扱ってる。犯人もそこまで。ただの一時的な移動だよ。タッパだから仕方ないさ。上には逆らえない。分かったよ、今行く。我慢してくれ。そうだな、ビニ。それよりビニ、手紙を書いたのはお前なのか。あんな手紙を書いたら俺たち二人ともおしまいだ。聞いてくれないか。頼むから。まだ話が終わってない。待ってくれ。まだ話は終わってない。一週間だけ待ってくれないか。君はなんでそうことを荒立てる。なんで彼が自首するんだ。君を連れてこいと言われただけだ。
言いたいことがあるなら言え。ちゃんと説明してくれ。じゃなきゃわからない。人が足りないよな。車に一人、アパートの入り口に一人で、残る二人で突入して人質を救出する。だが部屋は二つだ。だろ。ってことは二人一組で救出するには二人足りないってことになる。君を心から愛する。何があっても未来永劫に一生に一度の奇跡の愛だと胸に刻もう。魂の一番深い場所で誓う。たとえ困難に引き裂かれようとも必ずお互いの元へ戻ると。俺はこれいい感じだと思うよ。そりゃまだ途中だけどさ、でも雰囲気伝わってくるよ。なんていうか、こっちは暗いカーテンみたいで、こっちが対立する。いやー本当にすごいことだぞ。いきなりメインステージで踊るなんて。覚悟はいいか。お前の衣装を揃えるようダラスに言われたんだ。ビビってんのか。お前はもう童貞を捨てたんだ。あとはスキルを磨け。国旗柄は絶対に買わないと。独立記念日の時はみんなこれ履くんだ。ゾウさんのお花パンツ、ダラスが履くようなタイプだ。お前はやめとけ。ダラスもきっと分かったんだ、お前に素質があるって。どんな素質かまだ分かんないけど。透明のエミネムか。こんなとこで何やってんだ。警察といえばカーチェイスや爆発だと思ってたのに、なんでノグソだらけの公園なんだ。心配しなくても平気だ。何してんだ。両肩掛けか。一緒に登校するんだぞ。片側だけにしろ。いっそどっちも掛けずに済めばベストだ。お前とは違ってイケてたから。俺が思うに高校でモテる秘訣は3つだ。何事も絶対に頑張るな。頑張ってる奴がいたらからかえ、カッコつけろ。まだ続いていたとは思わなかった。それを飲めばどうなる。彼女、薬の服用をやめられませんか。他のも効き目は同じですか。今日オーティスビルに行く。やっとヘルマンと会うことになった。ヒューストンにオフィスを構えようって話をしててさ、そこにたくさんコネクションを持ってる。ヒューストン行ってもとまたいい人たちと出会えるはずだよ。エミリー、なあ、ヘルマンが言ってたよ、君もヒューストンが気に入るって。待て、あれ、空爆ってどうやって呼ぶ。使えないのか。支援物資って支援物資使えないのか。それなら持っていける。撃たれてんだ。誰、出せろよ。っていうか俺の方が上官だろ。二人が同時に逃げてったのも初めてじゃない。でも事実だ。あの子たちは好きだけど一緒にいると怖いからさ。しつけがよくて。次こそ昇進を受けろよ。どうもこの家系うさんくさいんだよな。してくれ、遅れちゃうよ。おいおいおい、なんだ、ダメだダメだ、それはダメだ、やめろ、ダメだって言ってるだろ。おいおい、やめろ、今はよすんだ。クライド、話し合っただろ。ボスはリスが嫌いで、それは小鳥用の餌だ。人が話してるんだ、こっちを見ろ。あのな、俺はお前のこと好きだけど、ボスにどやされる。これ見ろ。何か起こるの。はい、リスの攻撃を受けました。敵は組織的で数も勝り、他には分かりかねます。そうお感じなら大統領選に出るべきだったのでは。こんにちは、今日は皆さんにお話できて嬉しいです。私はマーク・シュルツ。この国について思うことと、なぜレスリングをするのかを話します。これはオリンピックの金メダル、勝ち取ったのは3年前の第23回ロサンゼルスオリンピックです。これは単なる金属の塊ではありません。勝利をつかむまでに費やした血の滲むような努力の証です。彼の真意は多分こうです。黒人と白人は平等に関心を持つと。同じですよ、関心度に差はありません。おい、前と同じならお前だけ楽しんで、俺はひどい目に遭う。撃たれて最悪だった。またなるかも。前回と同じだな。ヒューマンセクシュアリティの授業って自分がやるのか、それとも人がやるのを見るだけ。だったら取る意味なかったな。共有結合ですか。で俺に聞くんですか。警官じゃないのに。これは混ぜ物を増やしたからかも。地球人や未発達の星の者にとって理解するのは難しいと思うが、宇宙には生命体のいる星が他にも存在するんだ。今のはまさに軍隊で教わった通りの地球人の反応だ。宇宙にいる知的生命体は君たちだけなのか。生命は他の星にも存在する。宇宙には無数の星があるんだ。君たちが把握できていないだけで。半分は人間だ。狼に似た生き物との掛け合わせで雷管担当と呼ばれている、いわば兵士だ。よし、じゃあカットして、あとは仕上げだ。あれな、分かってる、大丈夫だ。ただ今すぐは無理だ。クライアントをもう 2,3 増やしたら健康保険はちゃんとするから。帰っていいぞ、家族が待ってんだろ。大丈夫だ、俺一人で大丈夫だって。早く帰ってやれ。お疲れ、ご苦労さん。仕事だよ、家具の注文がバンバン入って従業員がてんてこまいなんだ。ああ、ぐっすり眠れた。それはよかった、俺も気分が楽になった。ジョーディーです。凍える地獄のど真ん中にこんな暖かい聖域があるとは驚きだ。なあ、ストーブの方がいいんだが構わないかい。ああ、ジュディから聞いたんだがコーヒーが世界一うまいとか。ミスミニ、タバコを巻いてもらえるか。なあ、好きなやつだ。
メルシー僕、マドマセルミニ。フランス語だ。ウィ。でも監督、彼をか…どうも、マリックスさん。同志は喜ぶだろう。ダメだ、来るな、よせ、エンゲルス。なあ、知ってるか、ジョン・デンバーが70年のクリスマス頃、セラードアって店で歌った時にあった話だ。前座を務めたのは夫婦のデュオで、ビルダノフとタフィー・ナイバート。バンド名はファットシティ。ああ、変な名前だな。ソケット、ゴブのやつで、ある夜、3人は家でジャムセッションをすることにした。ところが、事故でジョン・デンバーが親指を折った。ようやく家に戻ると、ビルとタフィーはジョンに作ってた曲を聴かせたんだ。俺の袋がいつも言ってたよ、南部人の礼儀正しさはイギリス譲りにしても、情けない話だ。本家が礼儀を忘れたか。ノックもしねえで入りやがって。キングスマンね。じゃあそういう上等なスーツや洒落たメガネを売ってるわけだ。かっこいいよな。こう言いてえのか、テーラーってのはすげえ人種だって。最新の生体認証セキュリティシステムもハッキングする。そんな腕時計一つで無理だな。信じらんねえ。さっさとそこにひざまずいて誰の差し金かいいな。